スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではチャート上に経済指標が表示できる FX ツールということで、一つご紹介したいと思います。でですね、為替を動かす大きな要因の一つ、はい、経済指標の発表ですよね。毎日チェックするのは、結構大変ですし、忘れてしまうということはありませんか？はい。でですね、特に短期売買、デイトレードとかね、スキャルピングを主に取引している方にとって今回のツールっていうのはね、非常に、優れていると思います。私も、見つけてびっくりしましたね。昨日ちょっとブログ記事の方にもしたんですけども、私いくつか愛用ツールというのを使っています。メタトレーダー4であったりとかね、いろいろあるんですけども、もうほんとね、その中の一つに入りました。この、機能を知って。はい。で、実際ご覧いただくんですけども、こちらですね。先日ですね、FX、ティックチャートとはですかね。はい。その中で、ティックチャートが表示できるチャートツールとしてご紹介しました。セントラル端子さんの、ウルトラ FX に口座があると使える U チャートと呼ばれるものなんですけども、これ今10分足表示しています。でですね、これちょっと過去なんですけども、ここに、例えばこれマウスカーソルを合わせるとですね、ちょっと見づらいんですけども、これは日本のかな？鉱工業生産の予想と結果っていうのが今ここに出てるんですね。ちょっとね、かなり拡大しないと、わかりづらいんですけども、はい。でですね、これはずっとスクロールしていくとですね、ここも、もうこれ過ぎたものなんですけども、はい、ここにカーソルを合わせると、これは、スイスか。スイスの経済指標のこれ予想と結果が出ているんですよ、ここ見ると。で、どういうことかというと、もう過ぎたものに関しては、予想とそしても結果も出してくれている。で、このようにですね、帯状に出ているところもっと進めていくとですね、これまだ進んでいない部分ですよね。だからこれから先に、いくつか経済指標がありますよということがこれ見わかるんですよね、一目で。はい。で、そこにこう、例えばこれ次18時なんですけど、18時何があるかっていうと、欧州の消費者、信頼感指数かな。はい。で、次ですね。ここ、はい。米国の、住宅ローンの、はい。申請指数。次が、消費者物価指数。はい。ADP、雇用統計とかですね。こんな感じで表示できるということでですね。いや、これかなりいいなと。別々でね、例えば経済指標の、スケジュールの管理はスマートフォンのアプリでやっているとかね。そういった方もいらっしゃると思うんですけども、ここにするとですね、一つの、チャートツールで、どちらもできるということですよね。で、もちろんこの時間軸も、これ今10分足なんですけども、いろいろ変えることができるということで、はい。ちょっと待ってくださいね。1時間足に変えるとかね。はい。するとこんな感じで出てくると。これは結構すごいなと思いました。はい。なのでですね、ちょっとお試しで、使ってみるのはいいかなと思います。今使っておられるね、チャートツールの方が使いやすいということももちろんあるので、この機能だけでですね、じゃあこれにしようっていう、はい、ことにはならないかなと思うんですけども、ただ前回ですね、そのティックチャートの時は、左側に、1分足、右側にティックチャート出したりとか、分割表示も可能なんで、結構これ優秀じゃないのかなと思います。で、今回はこの機能だけご紹介するんですけども、また後日ね、他にも便利な機能いろいろあるんで、そちらのご紹介もしたいと思います。こんな感じでね、カーソル合わせると、次々と、はい、何時に何があるかっていうのがわかると。はい。でですね、はい、その、セントラル端子さんのウルトラ FX のタイアップキャンペーンというのがね、先日からスタートしていてですね、これが1取引で U チャートから取引すると、5000円キャッシュバックのチャンスです。はい。なのでね、まだ口座を持ちでない方で、試してみたい方。一応このチャートを使い続けるためには、条件がいるんですけども、口座開設して、その月とその次の月の末までかな、は、条件なしで使えるので、よかったら、はい、ちょっと試してみたらいいかなと思います。はい、動画解説欄に、そのタイアップキャンペーンの URL、そしてですね、ブログ記事の方で、このチャートツールの紹介を、した記事の URL も載せておきますので、よければそちらもご覧ください。はい、ということで、今回はこのようなチャートツールのご紹介でしたけれども、これ以外にも FX バイナルオプションシステムトレードなど投資に関する情報を
いろいろ配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして私のブログはこちら2つありますので、こちら2つの検索キーワード、もしくはこの動画の解説欄、説明欄に掲載されております URL よりご覧ください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。